皆さんこんにちは、参議院議員の音喜多駿です。で、音喜多駿の Vlog ということで今日もお送りをしていきたいと思います。今日伝えたいメッセージはこちらです。厚労省を救いたいということで、ちょっと某 YouTuber みたいなタイトルをつけさせていただきたいんですが、これも8月の末下旬にですね、厚労省の働き方改革の一環として、若手の改革プロジェクトチームが、とあるレポートを発表しました。それは結構衝撃的な内容で、インターネット上でかなり大きな話題になってたんですが、もとにかく多くの厚労省の職員たちが、もうかなり残業過多、もう多くのプレッシャーにさらされていて、途中退職者も多いですね。生きながら墓場に入ったと思ってるとか、もうなんか、楽しいと思ったことがないとかですね、もうそういう辛辣なコメントがあってですね、もう、で、厚労省ってですね、一番この国会に質問を受ける、司法省なんですね。で、いかにこの国会業務を中心にですね、皆さん負担にさらされているかということがですね、わかりやすく可視化されたレポートというのが、発表されました。で、これを受けてですね、いろいろ自民党の平正明さんとかが、もっと我々政治の方も変わらなきゃいけないとか、問題提起をしておりました。で、その件をちょっとお話したいと思います。で、これはもう僕も先週ブログに書いてあるんですけども、なぜその、じゃあ厚労省が、一番このアンケートで1位だった、何の業務の負担が一番大きいですかっていうことで、厚労省の官僚の皆さんが答えたのが、国会関連業務だと。要は国会の質問対応っていうのが、もう忙しいんだと。もういうことをおっしゃってるわけです。で、確かにこう、年金問題ね、この間も Vlog でやりましたけども、ああいう本当にホットな話題を抱えている厚労省なので、もうボリュームが多いのは仕方ないんですけども、よく問題になるのがですね、我々国会議員の質問の通告、質問の予告が遅すぎるということが、非常によく問題になります。これどういうことかと言いますと、国会で我々、国会議員の質問をしますと。で、質問ってね、アドリブで全部その場でやってるわけじゃないんです。一応質問通告というのがあって、今日は年金分野のこういうところに質問しますよっていうことをある程度、通告をして向こうとも、下打ち合わせっていうのが意見交換をしてあの場に臨むわけですね。そうしたらやっぱり、じゃあアドリブでね、じゃあこの今の年金の何々の加入者は、何万何人なんですかとか言っても、やっぱそれは数字なんか出てこないわけです。でもそこを事前にこういう分野でって言えば、ある程度向こうも数字を用意したり、想定問答を作って、建設的な議論ができると。そのためにですね、質問通告をして、じゃあ、音喜多先生は今回年金やるんだと。じゃあ、年金の担当部署の皆さん残ってくださいと。それ以外は帰ってください。ということができるし、昼間とかに私が通告すれば、6時までにそういう想定モードとか作って意見交換すれば、残業しなくていいと。ところがですね、この通告というのが、もう深夜に及ぶということが、一部議員の間で常態化していると。もう大体だから1時とか2時とか。で、通告すらしないということは、厚労省のどの部門に質問が来るかわからないわけですよ。そうなると、年金の問題だろうなと思っていても、通告が来ないから、全然関係ない、なんかスポーツ分野とかなんか、そういう、なんか健康分野とか、そういうところの部署の場で全員残業、国会対応の人たち全員残業して、残ったりとかですね。それで通告がパッて2時とかに来て、年金だったらじゃあ他の人たち解散ですとか、そういうこととかも発生しているやに聞いています。だからこの質問通告というのを早くしましょうということを、自民党の議員、平さんとかを中心に結構ネット上で皆さんおっしゃっていたというのが、8月末に起こったことです。ただブログにも書いたんですけども、自民党さんはそう言うんですよ。でもなんかちょっと野党議員の気持ちを若干わかるところがあって、それ自民党は別に追及するわけじゃないので、それ早く通告してね、わーわーってやって、こうでこうでって言って穏やかな動きで終わるんですけども、我々野党っていうのはもう戦わなきゃいけないので、なるべくこう厳しいというか追及してですね、相手をこう、変な人やっつけるじゃないですけども、論破して提案していかなきゃいけないっていう中で、やっぱりこう、時間も当然、ギリギリまでこっちも検討したいし、あとよくあるのが、この、我々が早く質問通告しすぎると、その質問の内容が与党に横流しされて、これも都議会でも本当によく起こるんですけども、で、その与党の議員さんが同じような質問を先に被せてきて、もう骨抜きにしてしまうみたいな。で、このニュースバリューとかもなくすし、なんか、これから言うことの価値を下げるみたいな、そういうことを結構やってくるんですよね。だからそれを防ぐためには、こう、ギリギリまで質問隠しときたい。っていう気持ちがあるっていうのは、若干理解できなくはないと。ただそれでも、深夜1時とか2時とか、それはさすがにないだろうと思いますから、日本維新の会は前日の正午には出すということを決めてますので、たとえその質問を横流しっていうのは多分僕は国会でも都議会のように起きてるとは思うんですけども、そうされたところで本質的な議論をすればですね、別に多少ね、ちょっと価値が薄まってしまっても、それは無価値になるわけじゃないので、そこはですね、あまり気にせずにですね、しっかり早め早めに質問通告をして、我々はこの厚労省の人たちを救って少しでもですね、残業を減らしていくという活動を心がけていきたいなと改めて思いました。
で、あともう一点、そのブログに書かなかったことで指摘されてたこととしては、それは前日でも遅すぎるでしょ、正午でもっていう意見もあったんです。で、大阪の市議会議員の維新の方からも、大阪市会では6日前とかに我々も通告、1週間前ぐらいに通告してますよ。で、これはですね、やっぱりね、大阪維新とかが与党だから、できるわけです。っていうのは、この国会スケジュール決めたら、やっぱ当然、与党が中心に、国会スケジュールいろいろハンドリングしてると。で、彼らは、要は、野党に隙を与えないというか、いかに円滑にこう、自分たち法案を通していくために、野党に準備期間を与えないために、いきなり2日前とかに委員会やりますとか、結構そういうスケジュールを、まあ、国体で作っていくようなんですね。僕もちょっとまだ経験してないですけども。だから、彼らが結構その急な委員会とか設定して、審議をもう早く終わらせちゃおうとか、やっぱそういうことをやってくるらしいんですね。だから実はこれは野党だけの責任じゃなくて、まあ、与党 もう正々堂々と議論するために、ゆとりを持ったスケジュールで、国会のスケジュール委員会の質問スケジュールを先々までこう決めていくということをしてくれれば、野党も厚労省の職員さんも事前に準備ができて委員会に臨めるということなので、まあ、実は与野党問わずにですね、この国会、この厚労省、まあ、厚労省だけじゃなくて省庁の方が作るためにはですね、そういう余裕を持った、まあ、いろいろともちろん争いはあるんですけども、まあ、そういうことを超えてですね、そわさわされとね、現実問題として働き方改革しなければいけないし、お互い上げ足を取ったり、奇襲をかけて質問時間を短くしようとか、準備期間を削ろうとかいうことじゃなくてですね、まあ、本質的な議論ができるように、まあ、この国会変えていくという必要があるんだろうなと思いました。まあ、私も1年生議員で10月から初めて議会始まりますけども、まあ、こういったポイントにも注目して活動していきたいと思いますので、ぜひ皆さんご注目ください。はい、それでは今日はこの辺で、それではまた明日。